私の幸せな結婚6は本当に良かったです。この回は、まあ、大体神回になるなと思ってましたし、まあ、コミカライズとか原作とか読んでも、まあ、ミオの悲しき過去との決別と清香が本当にミオを愛してるということがよくわかる話だったんですけど、キデバシトラスは期待に応えてくれましたね。実際原作の小説の一巻はここでとりあえず終わってるから、まあ、ラノベ一巻に6話かけるっていう、まあ、丁寧ペースだったけど、本当にそれが良かったなと思います。まあ、前回、虐待されてた家から、拉致られるようにして監禁されたミオなんだけど、そこで、ママ母と、まあ、義理の妹であるカヤが、拷問してくるんですよね。うん。いや、ママ母の上田香菜さんと、カヤのアヤネルさんの悪役演技もめちゃくちゃ良かったですね。特にカヤは、まあ、歪んだ理由もわかるんだけど、お姉様を虐待することが正義だって信じ込んでる、ある種の狂気と、拷問することでしか、まあ、自分がお姉様より優位に立てないという、そういう、なんか物悲しさみたいなものはあるんだけど、まあ、基本的にはすげえ悪役だったなと思います。それに抵抗するミオも良かったんですよね。うん。1話だとミオ本当に心が折れまくってて、逆らえない子だったんだけど、まあ、旦那様、まあ、清香さんと出会って、人間性を取り戻したから、本当に決意として、まあ、着物をズタズタにされようが、殺されかけようが、もう心は折らないということを見せてくるんですよ。うん。これがサブタイトルの一つ、決意ですね。ワタコン原作も読んでるけど、やっぱりこう、ミオがちゃんと虐待を受けてた悲しき過去があるだけに、その分だけで強くなってるっていう、まあ、メンタルがタフなんですよね。そして上田玲奈さんの声がめちゃくちゃいいんだよね。うん。上シャマはグリッドマンのアカネちゃんあたりからすげえ人だなと思ってたんだけど、今回のミオも本当に恐怖はあるんだけど、それでも旦那様から離れたくないというそういう決意をすごく見せてきて、本当に上シャマの声がめちゃくちゃ良かったですね。一方で助けに来る清香も本当にいいんですよね。感情はあまり大きく出してないけど、婚約者を拉致られてひどい目に遭わされてるという、そういうことがわかるから静かな怒りを感じますよね。この作品、まあ異能バトルラノベナローなんだけど、まあ今ナローに置いてないんだけど、まあ、清香の戦闘力の高さをよく感じると言いますか、まあ、サイモリ家の門を雷鳴でぶっ壊して襲ってくる奴らも返り討ち捨てるという、まあ、先に手出してきたら向こうですからね。うん。まあ、そこら辺の、ま、清香の不動の強さみたいなものを感じるし、まあ、静かな怒りみたいなものもすごく感じるのが良かったです。まあ、これが雷鳴ですね。うん。まあ、清香がすごく強くて、かっこよくて、ミオのこと大事にしてるっていう、そこら辺がよくわかる作品ではあるんだけど、ミオなりの抵抗っていう部分が、まあ、主体になってるっていう部分もあるから、この辺の見せ方はすごいわかってるんだと思いました。うん。まあ、この清香無双の話って本当に漫画でも原作でも実写でも全部良かったからね。ここがターニングポイントですよ。ミオを助け出してから本当にさっさと帰っていくところも良かったですね、清香。うん。で、そしてもうカヤには冷酷なところを見せたけど、ミオが助け出して、それでミオが起きてきたらすごい優しい声なんだよね。いや、石川海人兄貴もすごいなと思った。うん。ゆりえさんの本当にミオを心配してるところも本当に良かったなと思います。ゆりえさん、アニメトレンディングでも、まあ割と人気高いんだけど、本当にこの人のおかげでもあるからね。うん、本当にこの人がいなかったら清香もミオもだいぶ救われてなかったなと思うし、まあ清香アニメでやるかどうかわかんないけど、あの人も実家の母親が、まあ、やたらめんどくさいツンデレだから、まあ、そこら辺で、まあ、ゆりえに甘えてるってところもあるんだろうし。いや、本当に旦那様とゆりえさんがすごく心配してくれて、家に帰ってこれたんだなって、ミオが思うのが本当に良かったですね。あと、まあ、コーディさんはいいやつだなと思いました。うん。そして、こっそり、なんか、やばそうな人たちが、なんか、裏で、あれこれ、画策してて、まあ、次回の、異能バトル編に続いていくのかなっていうところもあるんですけど、まあ、それはそれとして、まあ、結局、ミオは、清香さんに助けてもらって、家に帰ってこれましたと。うん、まあ、旦那様とゆりえさんが、ちゃんと家族やってくれましたということに対して、本当に感動して、おめでとう、よかったねっていう感じですね。うん。いや、総評としては本当にマジでアニメ化してくれてよかったなと思いますよ。しかも、キデバシトラスが本気出してくれたっていうのがよくわかりますね。いや、戦闘シーンがめちゃくちゃいいんですよ。うん。
まあ、そんなしょっちゅうバトルしてるような作品でもないじゃないんですけど、まあ、ここに関しては本当に清香の静かな怒りっていうのを表現するためにガチ言いまくってるっていう、気合入りまくってんだっていう思いました。まあ、これからまだまだちょっと続くんだけど、とりあえずここで一つ綺麗に蹴りついてるから、まあ、そういう意味でも切った人にこそもう一度見てほしいなと思います。いや、ワタコンいいですよ。以上です。